今日は、日本で人気な家庭料理であるカレーライスの作り方についてお話ししていきましょう動画をご覧になって、何か質問や感想がありましたら、ぜひ日本語でコメント欄にお書きくださいコメントをすることで、日本語の勉強にもつながりますので、トライしてみましょう まずはじめにカレーライスとはというところからお話ししていきます日本のカレーライスは野菜や肉をカレー粉で味付けしルーでとろみをつけた料理をご飯にかけたものですではカレーといえばインドの料理であるイメージがありますが どのように日本で広まったのでしょうか初めは18世紀ごろにインドのベンガル地方からイギリスへ伝わりましたその後イギリスから日本へカレーが伝えられたのですがそれは明治初期1870年ごろであったと言われていますそして カレーライスの作り方を紹介した本が出版され日本の一般家庭にも伝わっていきましたこの頃文明開化の象徴として牛肉が急速に普及したこともあり手軽な牛肉の食べ方としてカレーライスが紹介されたそうですではインドのカレーといえば 何をイメージしますがどうしてライス、お米、なのでしょうか。それはカレーはインドのベンガル地方からイギリスへ伝わったのですがベンガル地方では主食がお米なのだそうですそのためイギリスへ伝わったカレーがカレーとご飯の組み合わせ すなわちカレーライスだったとということですさらに日本では明治末期1910年頃にはじゃがいも玉ねぎにんじんが定番のカレーの具材として定着しましたこれは日本独自のスタイルでありインドカレーにもイギリスのカレーにも この風習はないようです。またカレーはワンプレートの中にさまざまな食材が含まれるためバランス食の代表ともいえるほど栄養価が高いですルーの中に野菜副菜と肉や魚主菜が含まれご飯と合わせることで 主食も摂取できますしかも調理中は加熱するため食材の栄養吸収性が高まりススパイスの絡みで塩分を抑えるこ,とも可能ですこのようにカレーライスは日本の家庭料理として非常に人気があり子どもから大人まで幅広く愛されています。 皆さんはは日本のカレーライスを食べたことはありますか私が初めて食べたのは母親が作った子供用のカレーライスで2歳の時だそうです次に日本のカレーライスの一般的な家庭での作り方についてお話ししていきましょうまずは 材料を準備ししていきましょう今回は4人前の分量でお話ししていきますね肉 200g 人参1本じゃがいも1個玉ねぎ1個水 700ml カレールー 100g サラダ油そしてご飯です。 玉ねぎとニンジンとじゃがいもは皮をむきます皮むき器のことを英語ではピーラーと言いますが日本語でもピーラーと言います次に肉と野菜を切りますまな板の上で肉や野菜を固定し包丁を使って一口大に切りましょう 厚手の鍋にサラダ油をひいたら中火で肉を炒めます。次に野菜を加えます。玉ねぎが透き通るくらいまで炒めましょう。水を加えて15から20分煮込みます。沸騰してきたらアクが出てくるので、お玉を使ってこまめに取り除きましょう。 じゃがいもとにんじんが竹串が簡単に刺さるくらいにやわらかくなったらいったん火を止めカレールーを加えて完全に溶かします再び弱火で煮込みとろみがついたら出来上がりですごはんを器に盛りカレーをかけていただきましょうみなさんは カレーライスを作ったことはありますかちなみに私は月に2から3回作って食べていますが毎回おいしくできていますこれまで紹介してきたレシピはごく普通の作り方なのですが家庭によってはさまざまな味付けや工夫がされています例えば隠し味として チョコレート、コーヒー、蜂蜜、リンゴ、バナナなどを加えることがあります。他にも、醤油やソース、赤ワインを入れることで、コクや旨味が増します。また、生クリームやヨーグルトなどの乳製品を加えて、まろやかな味わいを楽しむこともあります。 水を入れる代わりにトマトを入れる方法もあります野菜のみの水分で作るため野菜の甘みを感じることができ普通とはひと味違うとてもおいしいカレーが出来上がりますこのようにさまざまな具材や調味料を使ってアレンジすることで自分好みの味にすることができるのです あなたの国のカレーライスには、隠し味に何を使っていますかぜひ、コメント欄で教えてくださいね。日本のカレーライスは、家庭料理だけでなく、お店で食べてもたくさんの魅力を感じることができます。具材の違いや、ルーの種類、そして、 辛さなども自分の好みに合わせて選ぶことができるお店もありますさらにさまざまなトッピングをすることができるお店もあります例えばチーズやゆで卵、ウインナー魚フライやオニオンリングなどの揚げ物や納豆などもありますそして 福神漬けと呼ばれる日本特有の野菜のピクルスがありますこれらのトッピングがカレーライスの味をさらに豊かにしてくれますまた日本の外食ではリーズナブルな価格でカレーライスを食べることができますファミリーレストランや定食やうどん屋などでも 手軽に美味しいしカ,カレーライスが提供されるスピードも魅力的です多くの店舗では注文してから数分でカレーライスが出てくるため忙しい日常の中でも手軽に食べることができます一部の店舗ではその地域や季節にしか食べることのできない 珍しいカレーライスなどもありますこのように日本の外食のカレーライスは日本でしか味わえない特有の楽しみ方があります日本の外食でカレーライスを食べる際はぜひ店舗ごとの特色やトッピングのバリエーションを楽しんでみてくださいいかがでしたか ぜひコメント欄にあなたのお気に入りのカレーライスのエピソードや感想を教えてくださいね。今日のお話はこれで終わりです。グッドボタンとチャンネル登録をしていただけるともっと動画を作れるようになります。お友達にも紹介してもらえると嬉しいです。 またこの動画の感想をコメント欄で教えてくださいね今日は日本で人気な家庭料理であるカレーライスの作り方についてお話ししていきましょうまずはじめにカレーライスとはというところからお話ししていきます 日本のカレーライスは野菜や肉をカレー粉で味付けしルーでとろみをつけた料理をご飯にかけたものですではカレーといえばインドの料理であるイメージがありますがどのように日本で広まったのでしょうか初めは18世紀ごろにインドのベンガル地方から イギリスへ伝わりました。その後イギリスから日本へカレーが伝えられたのですがそれは明治初期1870年頃であったと言われていますそしてカレーライスの作り方を紹介した本が出版され日本の一般家庭にも伝わっていきましたこの頃、 文明開化の象徴として牛肉が急速に普及したこともあり手軽な牛肉の食べ方としてカレーライスが紹介されたそうですではインドのカレーといえば何をイメージしますがどうしてライスお米なのでしょうかそれはカレーはインドの「 ベンガル地方からイギリスへ伝わったのですがベンガル地方では主食がお米なのだそうですそのためイギリスへ伝わったカレーがカレーとご飯の組み合わせすなわちカレーライスだったということですさらに日本では明治末期1910年頃には ジャガイモたまねぎにんじんが定番のカレーの具材として定着しましたこれは日本独自のスタイルでありインドカレーにもイギリスのカレーにもこの風習はないようですまたカレーはワンプレートの中にさまざまな食材が含まれるため バランス食の代表とも言えるほど栄養価が高いですルーの中に野菜副菜と肉や魚主菜が含まれご飯と合わせることで主食も摂取できますしかも調理中は加熱するため食材の栄養吸収性が高まり スパイスの辛みで塩分を抑えることも可能ですこのようにカレーライスは日本の家庭料理として非常に人気があり子どもから大人まで幅広く愛されています皆さんは日本のカレーライスを食べたことはありますか私が初めて食べたのは 母親が作った子供用のカレーライスで2歳の時だそうです次に日本のカレーライスの一般的な家庭での作り方についてお話ししていきましょうまずは材料を準備していきましょう今回は4人前の分量でお話ししていきますね肉 200グラム、人参1本、ジャガイモ1個、玉ねぎ1個、水700ミリリットル、カレールー100グラム、サラダ油、そしてご飯です。玉ねぎと人参とジャガイモは皮をむきます。皮むき器のことを英語ではピーラーと言いますが、日本語でも、 ピーラーと言います。次に肉と野菜を切ります。まな板の上で肉や野菜を固定し、包丁を使って一口大に切りましょう。厚手の鍋にサラダ油をひいたら、中火で肉を炒めます。次に野菜を加えます。玉ねぎが透き通るくらいまで炒めましょう。 水を加えて15から20分煮込みます。沸騰してきたらアクが出てくるのでお玉を使ってこまめに取り除きましょうじゃがいもと人参が竹串が簡単に刺さるくらいに柔らかくなったら一旦火を止めカレールーを加えて完全に溶かします。 再び弱火で煮込み、とろみがついたら出来上がりです。ご飯を器に盛り、カレーをかけていただきましょう。皆さんはカレーライスを作ったことはありますかちなみに私は月に2から3回作って食べていますが、毎回美味しくできています。 これまで紹介してきたレシピはごく普通の作り方なのですが家庭によってはさまざまな味付けや工夫がされています例えば隠し味としてチョコレートコーヒーはちみつリンゴバナナなどを加えることがあります他にも醤油やソース 赤ワインを入れることでコクや旨みが増します。また生クリームやヨーグルトなどの乳製品を加えてまろやかな味わいを楽しむこともあります。水を入れる代わりにトマトを入れる方法もあります。野菜のみの水分で作るため野菜の甘みを感じることができ 普通とは一味違うとても美味しいカレーが出来上がりますこのように様々な具材や調味料を使ってアレンジすることで自分好みの味にすることができるのですあなたの国のカレーライスには隠し味に何を使っていますかぜひコメント欄で教えてくださいね。 日本のカレーライスは家庭料理だけでなくお店で食べてもたくさんの魅力を感じることができます具材の違いやルーの種類そして辛さなども自分の好みに合わせて選ぶことができるお店もありますさらにさまざまなトッピングをすることができるお店もあります 例えばチーズやゆで卵ウインナー魚フライやオニオンリングなどの揚げ物や納豆などもありますそして福神漬けと呼ばれる日本特有の野菜のピクルスがありますこれらのトッピングがカレーライスの味をさらに豊かにしてくれますまた 日本の外食ではリーズナブルな価格でカレーライスを食べることができますファミリーレストランや定食やうどん屋などでも手軽においしいカレーライスを食べることができるのですカレーライスが提供されるスピードも魅力的です多くの店舗では 注文してから数分でカレーライスが出てくるため忙しい日常の中でも手軽に食べることができます一部の店舗ではその地域や季節にしか食べることのできない珍しいカレーライスなどもありますこのように日本の外食のカレーライスは日本でしか味わえない 特有の楽しみ方があります日本の外食でカレーライスを食べる際はぜひ店舗ごとの特色やトッピングのバリエーションを楽しんでみてくださいいかがでしたかぜひコメント欄にあなたのお気に入りのカレーライスのエピソードや感想を教えてくださいね 今日のお話はこれで終わりです。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。